俺、対馬。や、どうもペスです。猫ってよく木の上とかすごく高いところにいるよね。どうやってあんな高いところに登ってるのかな。というわけで、今日は対馬さんに木登りを実演していただきましょう。いや、どうも。それじゃあ兄貴、お願いします。コツがあるんだよ。まず腕に思いっきり力を入れてしがみつく。で、今日はこれぐらいにしとこうか。もうじらすんだから兄貴は。お腹空いた？兄貴はとっても自由なんだ。憧れちゃうな、ペス。